どうも、シアゴです。今回は山口一日食べ飲み歩きしていきます。まず9時半にカラット市場に到着。山口県に来たら絶対に行きたかった場所です。市場にはあちこちに美味しそうなお寿司や海鮮丼が並んでいます。こんなに美味しそうなお寿司がなんと100円から、リーズナブルな価格です。どのお店も同じぐらい美味しそうなので目移りしてしまうんですが、前に来た時に気になっていたお店、ここのマグロ屋さんのマグロがすごく美味しそうで、どうしても食べてみたかったので、まずここのマグロと、そしてこの海鮮丼600円、あとフグのフライ200円を購入。早速外で食べよう。海鮮丼600円、盲点、赤身、中トロ、全部すごい脂が乗ってる。で、これがフグのフライ、タルタルソース付きです。めちゃめちゃ熱い、汗が見えちゃうかな。これはもともと前回食べてみたくて、これは近くを通ったら今入りたてだよって言ってくれたのでついつい買っちゃいました。600円なのでめっちゃ安いですよね。で、これも今揚げたてだよと言ってくれて、ちょちょ、近い近い、いいよ、近い近い。フグの唐揚げも食べてみたかったので、いただきます。うん、うまっ、めっちゃ美味しい。いい天気でよかった。うわ、じゃあまず脳天からいただきます。うわ、いただきます。わさびをつけて、すっごい分厚い、分厚い。いただきます。最後中トロ、中トロも絶対美味しい。塗りすぎかな。中トロいきます。この後絶対飲み物買おう。噛むたびにじゅわじゅわって、もはや肉汁、すっごい甘い、旨味がじゅわってきます。最高、
全部美味しかった。もう赤身も負けてなかったんで、美味しくなるともう結局全部生肉みたいにジューシーになって最高です。ちょっと飲み物買ってこよう。最高。最高でした。ちなみに合計は1300円でした。安すぎる。美味しかった。ごちそうさまでした。このお寿司イベントは月曜日から木曜日はやっていないので気をつけてください。市場にはお寿司以外もいろいろ売っています。後で発見しました。ビールを飲みたい場合はお店で買う感じでした。缶ビール1本300円です。あ、次来たら一緒にビールも飲みたいなと思います。でも、もうお寿司が美味しすぎるのでなくても十分でした。最高に美味しかったです。隣にあるカモンワーフで少し休憩したいと思います。お茶ソフトクリーム350円。なんか可愛い。
あ、おいしい。おの茶らしいです。おいしい。日本人でよかった。この前は隣のジェラート屋さんで食べたんですよ。それも美味しかった。めっちゃ美味しい。もうこれ以上ないきめ細やかな滑らかさ。決めてたウニが本当に食べたくて、ホテルのチェックインの時間があと2時間とかだったら買ってたんですけどね。まだ今10時なんですよ。10時半。4時間半はさすがにウニも持たなそう。のんびり食べます。よかった。お腹は大満足したので水族館に行こうかなって思います。歩いて4分。めちゃめちゃ暑いです。今日着いた。出口だった。すごい高かったから楽しまないと。ペンギンとペンギン見てる子供たちが可愛かった。
よかった、めちゃめちゃ癒されました。もうすぐ3時のチェックインできる時間になるのでホテルに向かいます。海沿いを歩いて約20分ぐらいで着くと思います。カラト市場もスタバもちょうど混む直前だったのでラッキーでした。あ、雨降ってきた、やばい、ちょっと待って、いきなり風と雨がすごいことになったので電車になりたいと思います。バスで一瞬で着きました。220円でした。いや、いいです。ホテルに着きました。駅から歩いてもう2分ぐらいですごい近かったのでありがたいです。ここは泊まるのは実は3回目で大浴場があるのですごく快適です。と今3時なのでお店が開く5時ぐらいになったら食べに行こうと思います。晴れました。今夜の6時です。ホテルで気になったお店に向かいます。ちょっと仮眠も取ってめっちゃすっきりしてます。お腹もペコペコ。鶏料理天月、まず初めの飲み物は飲みやすい梅酒から、梅美人450円。気になっていた天草大王を探しているとメニューの中に見つからない。聞いてみると今はないらしいです。その代わり山口銘柄の長州鶏を発見。新鮮な鶏を生でいただきたい。レバ刺し、もものたたき、ハーフ750円。
市場としては結構高い。焼酎って山口県にはありますか？これは全部自作になるんですけど、あこの中だったら、はい、金雀がレアだと思うんですが、赤と晩年結構ちょっとあの有名っていうか、あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ金雀お願いします、はい。
店に行こうと思ってたんですけど、今結構にぎわっていて混雑している感じだったので、ちょっと一旦やめました。どうしても山口県に来たら食べたかったそばを食べたいなと思ってます。日本酒はやっぱり来ますね。美味しかった。口の中で日本酒と鴨とかレバ刺しがこう溶け込み合うあの瞬間がたまらなかったです。編集するときにあの味覚えてるかな。本当にもうなんかグルメ系漫画の主人公になった気分で頭の中でめっちゃ語ってました最高の気分です。名古屋駅前店、フグをはじめ下関名物がいろいろあります。今回のお目当ては瓦そば、これが食べたかった。次の飲み物はどうしよう。日本酒の欄で初めて見るお酒を発見。フグのヒレ酒、これは試してみるしかない。おつまみはそれに合いそうなあん肝味噌漬け460円。ヒレ酒は山口県の万葉乾梅という日本酒を使っているらしい。ちょっと燻製っぽい感じ。ヒレの香りを楽しむなら温かい方がいいらしくて、私は冷やしにしちゃったので
ちょっと火こう香りが弱めらしいんですけど、かなり感じます。今日行ったお店もいい人たちで、ご飯も美味しくて最高でした。尻尾が入ってるあの日本酒はなんかもう、なんだろう、なんでだろう、強く感じました。かなりかなり来ました。ちなみにホテルは向かい側にあるあちらです。近い、すごくいいです。はい、では今回も最後まで見てくださりありがとうございました。山口県下関の食べ飲み歩きでした。はい、カラト市場も3回目だったんですけど、やっぱり何度行っても感動しますね。またチクチクしてる。めちゃくちゃいい気分です。誰もいない、誰もいない。雨が降ってきちゃいました。山口県またね。ちょっと暑すぎるな。ハト食べれないだろうこれ。なんだよ、なんだよ、めちゃめちゃ来るじゃん。汗すごい。では最後までお付き合いありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも更新していくので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。